ジョン・パーカー・ヘールジョン・パーカー・ヘールは、アメリカ合衆国の政治家。ニューハンプシャー州会議員、連邦地方検察官、連邦会議員、連邦上院議員、中フランス講師を務めた。自由土地党で指導者的役割を果たし、1852年の大統領選挙に立候補した。1806年3月31日、ヘールは、ニューハンプシャー州、 ストラフォード郡のロチェスターにおいて誕生した。ヘールはフィリップエクセターアカデミーで学び、1827年にボーリン大学を卒業した。ヘールはその後司法試験に合格し、ニューハンプシャー州ドーバーに移り弁護士業を開業した。ヘールの自邸は現在、ウッドマン協会の一部として管理され、地方美術館となっている。1834年、 アンドリュー・ジャクソン大統領はヘールをニューハンプシャー州地区担当の連邦地方検察官に任命した。ヘールは1841年まで連邦地方検察官を務めた。ヘールは民主党に所属し、1842年に連邦会院議員に選出された。ヘールは1843年3月4日から1845年まで一期二年連邦会院議員を務めた。 その後1846年、ヘールは自由土地等の候補として、連邦上院議員に選出された。ヘールは1847年3月4日から1853年3月3日まで1期6年、連邦上院議員を務めた。上院においてヘールは、米国戦争に強く反対した議員の一人であった。後世ヘールは、 奴隷解放を政治要項として項に掲げた最初の上院議員として考えられている。ヘールは1852年に自由土地党の候補としてアメリカ合衆国大統領選挙に立候補したが民主党候補の政敵フランクリン・ピアースに敗れた。1855年、ヘールはチャールズ・アサートン死去に伴う欠員重党のため連邦上院議員に選出された。 ヘールは1859年の改選でも再選し、最終的に1855年7月30日から1865年3月3日まで連邦上院議員を務めた。ヘールは共和党に加わり、1862年まで共和党上院議員総会議長を務めた。エーブラハムリンカーン大統領はヘールを中スペイン講師に指名し、 ヘールは1865年から1869年まで公使職を務めた。上院議員退任後、ヘールはニューハンプシャー州ドーバーに帰郷した。1873年11月19日、ヘールはドーバー市内で死去した。ヘールの遺体はドーバー市内にあるパインヒル墓地に埋葬された。ジョンパーカーヘールの父親は同名のジョンパーカーヘール、母親は リディア・クラークソン・オブリエンであった。ヘールは、ルージー・ランバートと結婚し、以下の子供を設けた。ルージー・ランバート・ヘール・ジェー・デニス・ロビンソン、ハット・ユナイテッド・ステーッツ・デパートメント・オブ・ステート・リスト、オブ・アンバサダーズ。ありがとうございます。